みなさんこんにちは、ひまりです。このめのかさんはね、ママがお友達から卵をもらって育ててる温州三色菊種合ってるでちか合ってるよっていうめのかさんでち。この子たちね、ずっと室内にいるからなかなか大きくならなくって、ママはやっとお外で育てる決意ができたんだって。そう、お外のビオトープパート2で卵を入れてて、その子たちの方がこの子たちより後に生まれたのに大きくなったんだよね。後から生まれた子の方が大きくなったでちか。そう、だからママはね、この子たちに、ね、お外に出す決意がやっとできたの。ママは過保護だもんね。ん？え？何もないでち。ちっちゃくて美味しそうでち。ひまりの好きな煮干しみたいでち。ダメだよ、食べたら。怒られちゃったでち。水合わせをしてからお外のビオトープに放ってあげるんだよ。ひまりも後で見たいでち。やっとで一緒にお外でビオトープの中にいるの一緒に見ようね。ビオトープの中怖いかな。さあどうだろうね。また後でね。入ったねち。どこに行ったねちか。